全14台が今整いました。スタート、スタート切られていきました。ファイナルヒートスタート X30 ジュニアクラス、これがいよいよ最後のレースになります。さあ先頭から井上博美もポジションを上げていまして3番手に浮上しています。さあ2番手3番手争いなんですけれども、先ほどですね山川陣也も前に行こうとしたんですが後ろについています。そしてその隙に井上博美が3番手に上がっていまして、まずは大きな混乱もなくスタートが切られていった模様。最終コーナーから先頭立ち上がってきました。さあ1周終了2周目です。レースは全部で18アップ。さあ先頭から2番手少し間が空いています。今回完全勝利となるんでしょうか石田城。序盤から2番手以降に対しましてリードを作っていくんですが、2番手太田、そして3番手の山川、4番手井上博美、さらにですねその後ろ体の前4番の三宅敦と来ているこのメンバーにも頑張っていただきたいと思います。2周終了3周目です。やはり先頭と2番手の間少し空いてます。逆にですねこの2番手以降の集団とその後方の大きな集団というのがですね、どこで切ったらいいのかという一列渋滞状態になってまいりました。3周終了4周目です。さて先ほどのラップタイムなんですが石田城31秒992です。それ以外のドライバーほぼ32秒台ということで、石田城がこのまま大きくリードを作っていくのか続いていくのか。バックストレート2番手以降のバトルなんですが、4台の集団そしてその後ろの集団もほぐれてきましたね。2番手以降のバトルなんですが、太田、山川、そして井上、さらに三宅、ここまでが2番手争いの4台。そして6番手争いなんですが、6番手は山口大輝、7番手が三浦風雅となっていまして、この2台の集団、さらにその後ろなんですが、三浦の後ろは8番手争いということになるんですけれども、今のところこの集団を引っ張っておりますのが、赤いカラーリングカーナンバー9番の米倉秀樹以降とこういった形になっております。5周終了6周目です。先頭の石田城、2012年もう1月明けましたからね、年が明けましたので昨年ということになるんですが、昨シーズンは FP ジュニアで、西地域チャンピオンを獲得しているドライバー、さらに2番手の太田角之進、地方カート選手権の FS125 に出ておりましたが、 X30 チャレンジシリーズではチャンピオン争いに最後まで残っていたドライバー、3番手を行きますカーナンバー6番の山川陣也は、皆さんもご存知の通り X30 チャレンジのシリーズチャンピオンを獲得したドライバーです。4番手の井上博美もですね、西の FS1254勝しておりましてチャンピオンを獲得しているドライバーでもあります。地方カート選手権に出ておりますドライバーです。そうそうたるメンバーが揃いました。 X30 ジュニアクラス7周終了しまして8周目、7周終了8周目です。2番手3番手4番手この辺りはですね手に汗握るそんなバトルを今コース上で展開しております。太田角之進以降勝ったドライバーのみが X30 インターナショナルファイナルに進むことができます。今3番手を走っている山川陣也は今シーズンチャンピオンを取っておりますので、すでにですね、招待券が届いています。今回もこのファイナルも石田城の単独ぶっちぎりの強さを見せることになるんでしょうか、それともそれを太田角之進以降のこの集団が幅に見に行くことができるんでしょうか。6番手の山口大輝も単独になってきましたね。三浦がその後ろ単独走行です。先ほどまでは2台ひっついて走っていたんですが、
三浦以降もですね、その後ろもカーナンバー10は林金次も上がってきていました。林金次が現在は8番手ということになっております。林の後ろは米倉なんですけど、米倉を今かわしていったのが1台3コーナーのところでバトルが起きています。板垣です。さあ先頭から最終コーナー立ち上がってきます。さあ後方でもこのようにバトルが起きていまして、最終コーナーのところで一つポジションを上げた松本ですとか、バトルが続いているわけなんですけれども、やはりですね、目が離せないのが2番手争いです。2番手争いの4台なかなか形は変わらないんですが、さてそして後方で今7番手争いということで、三浦の後ろに林金次が近づいてまいりました。林も上げてきてますね。林金次は15番グリッドからスタートしたんですが、現在のこのポジションが8番手です。レースは11周終了12周目です。先頭から2番手の間を大きく開いています。残り周回を考えました。この2番手以降もあまり競り合わずに前の石田城についていきたいところだと思うんですが、最終コーナーから4台ぴったりとついて帰ってきます。12周終了13周目です。6番手の山口大輝も前から大きく離れておりますが、単独走行、その後ろの三浦と林は変わっておりません。林の後ろ少しばらけてまいりまして、板垣それから米倉が単独走行となっています。米倉から大きく空きまして、カーナンバー2番です、松本、さらには森田とこういった形になっています。13周終了しました。14周目です。先頭の石田城は間もなく4コーナーからバックストレートに入ってくる。先頭と2番手とのそのタイムギャップなんですが、私の今手元計測によりますと1秒58、そして今ホームストレートを通過していきます。14周終了15周目です。残り周回数4周。先ほどのラップタイムなんですが、石田城が31秒930、それに対しまして太田角之進2番手32秒009でした。太田角之進の後ろに山川の方がですね、わずかにいいペースで31秒台ということで、今変わりましたが、石田城は31秒台をずっとキープしているという状況でコースを周回しています。15周終了16周目、残り周回数3周です。さあ残る周回も少なくなってまいりました。このまま石田城の完全勝利ということになるんでしょうか。今ホームストレートを通過して、石田城と太田角之進のですね、そのタイムギャップなんですが、私が手元計測で測っております分には1秒86、あまり先ほどとは変わっておりません。少し縮まったかなという程度です。石田城は先ほど32秒062、太田角之進31秒900ということで、この一つ前の周回ではですね、わずかに太田角之進の方がいいペースで周回をしておりました。帰ってきました。17周終了18周目ファイナルラップです。やっぱりこの1周でその差を縮めるのは難しいか。先頭の石田城、3コーナーから4コーナー、そろそろ世界が見えてきた。今年10月行われます X30 インターナショナルファイナルへの切符をかけて、石田城が今 Z コーナーから最終コーナーへと向かっていきます。2番手以降のバトルは変わらない。さあ石田城、まもなく最終コーナーから姿が見えてきます。大きく手を挙げてトップチェッカー、石田城見事優勝でした。石田城が優勝ということになりました。トップチェッカー石田城、第2位太田角之進、第3位はカーナンバー6番の山川陣也、
第4位はカーナンバー8番の井上博美です。第5位はカーナンバー4番三宅敦史。第6位なんですがカーナンバー5番でした、山口大輝。で第7位カーナンバー15番の林金次。8番手はカーナンバー14番の三浦風雅。9番手はカーナンバー22番の板垣隼人。10番手カーナンバー9番です米倉秀樹。